アナクシュメネスは月の表側にある大きなクレーターであり、月の北部に位置する。万物の根源は空気であると説いた古代ギリシアのミレトス学派の哲学者アナクシュメネスにちなんで名付けられた。アナクシュメネスは円に近い形状をしているが、地球から見ると北北西の円付近に位置しているため、細長い楕円型に見える。 アナクシメネスの東にはフィロラオスがアナクシメネスの南西にはカーペンターが位置しているアナクシメネスの北西にはポンスレが位置しており月の円のごく近くに見ることができるアナクシメネスは周壁の低いクレーターでありアナクシメネスの周壁は隕石の衝突などによって大きく風化しているアナクシメネスの北東部分の周壁には アナクシメネス G が重複しており、アナクシメネス G の周壁もアナクシメネスと同様に隕石の衝突などによって大きく風化している。アナクシメネス G の南東の周壁には平坦な地形をした無名のクレーターが接触しており、アナクシメネス G の周壁の一部を削り取っている。アナクシメネスの底面は周囲よりも平坦な地形をしている。アナクシメネスの表面には様々な 大きさの小クレーターが散在しており、その多くが直径2トルから3トルの微細なクレーターである。アナクシメネスのごく近くにある小さな無名のクレーターについてはアルファベットを付加することによって識別される。ありがとうございます。